皆さんどうもこんにちは、鈴木おむです。今回は Ray-MMD を使って、エフェクトのかけ方と、あと、その Ray-MMD の中に入っている、ものの使い方の紹介を、していけたらいいなと思っています。それでは、早速始めていこうと思います。ではまず、モデルを読み込んでください。自分の好きなモデルで、なら、何でも構いません。今回は、このモデルを使ってやっていこうと思います。で、この Ray-MMD を使ってエフェクトをかける前に、この画面では見えてないんですけど、ミクミクエフェクト、MME というものをダウンロードして、この MMD の中に入れてください。入れ方は、下に、テロップをつけておくので、そっち見ながらやってください。で、僕はミクミクエフェクトを入れた前提で話を進めていきます。入れられなかった人などは、コメントしてくださると嬉しいです。では、早速、エフェクトを入れていこうと思います。まず、Ray-MMD 開いたら、このようなファイルが出てきます。なので、ここ開いて、で、ray.x ってあると思います。この.x ファイルを、このようにつまんで、MMD にドラッグ&ドロップしてください。そうすると、画面が、このように、黒くなったと思います。で、それで動かすと、こんな風に変な、ものが見えたり、してます。こう回しは気持ち悪いので、一回モデルの表示のアンチエリアスを切ると、このように白くなるので、アンチエリアス切っといてください。で、あと、地面影も、ただ、これに入ってると重くなるだけなので、地面影、あと、地面影系統ですね。全部こう切っちゃっても大丈夫です。で、その後、この ray.x ファイルの2つ下に、ray.controller.pmx ってあると思います。この、pmx ファイルを読み込んでください。で、これは、Ray-MMD の、この ray.x というものの、調節をしていく、コントローラーになります。入れといて、損はないので入れといてください。で、その後に、このままじゃ、何が何だかわかんない感じなので、このエフェクトですね、MME の方にエフェクトを割り当てていこうと思います。ray.x を入れると、このように、たくさん出てくるんですけど、このメインの部分ですね。メインの部分で、自分の作ったモデルを選択して、で、Ray-MMD のファイルを選択してください。で、選択したら、この Ray-MMD のメインというところに入ってください。そこの、main.fx を、MME に、自分のモデルに割り当ててください。で、そうすると、多分、このようにものすごく怖くなったんじゃないかなと思います。で、この怖いのを見るのも、嫌なので、skywithbox というものを、入れます。メインのこのフォルダが見えるところに戻っていただいて、そこの、skywithbox の、好きなものを今一つ選んで、今回は僕は、sky.night の、この skywithbox.pmx を入れます。そうすると、多分、このように星空が見えた感じになると思います。で、こうやった後に、今度、この MME の方ですね。このように、ここの、エフェクト割り当ての、このエンブライトというところに行っていただいて、そこで、さっき入れた skywithbox.pmx を、ファイル選択します。ファイル選択したら、この、skywithbox の方にの、この、たくさん、skywithbox のこの、一回押したフォルダのところに戻っていただいて、そこの、ヘミスピアと書いてあるところの、この、skywithlighting.fx というのを、入れてください。これは、必ず、これを入れるようにもしてください。それを、skywithbox に適用すると、さっきまで怖かったモデルが、このように、フィギュアみたいな感じですね。そんな感じになったと思います。で、これで、初期設定は、完了です。このまま、ファイルを、名前を付けて保存なり、しておくと、後で便利なんじゃないかなと思います。で、ファイルの保存方法は、左上にファイルとあるので、名前を付けて保存で、自分の好きな名前を付けて保存してください。で、この、エフェクトの説明なんですけども、この、エンブライトマップというところには、必ず、スカイボックスの中に、スカイヘミスピアの中の、スカイウィズライティング .fx というのを、入れておくようにしてください。他のものを入れてしまうと、このように、綺麗にいかなくて、もっと影がついて、さっき、一番最初よりは、良くなるんですけれども、やっぱり、影が多すぎて、どうしても、リアルすぎる質感になってしまうので、最初は何も考えずに、スカイヘミスピアの中にあるスカイウィズライティングを使ってください。ここまでできたら、一度、Ray-MMD の最初の方まで戻っていただいて、次にマテリアル設定をしていこうと思います。メインの1個下にあるマテリアルフォルダを開いてください。そうすると、このようにたくさん、あると思います。マテリアルマップ、マテリアルってあるので、ここは、自分のモデルの、服の質感、髪の質感、肌の質感とか、あと色味ですね、の調整などを、していく場所になります。なので、マテリアルマップを適用していく際には、このメインタブで適用するのではなく、マテリアルタブ、このマテリアルマップタブでエフェクトをかけていってください。この服と肌にエフェクトかけたいんですけども、このまんまだとどうしてもかけれないので、自分のモデルを選択した後、右クリックして、サブセット展開してください。そうすると、多分 PMX エディターの方であった、自分の、モデルのそのマテリアルが全部表示されるので、そこから一つ一つ、調整していきます。で、今回は、顔を、顔のマテリアルをちょっと、エフェクトかけていこうと思います。まず、顔にエフェクトをかけるときなんですけども、ここにスキンっていう項目があるので、そのスキンの、このマテリアルスキン .fx というのをかけてあげれば、いい感じになるんじゃないかなと思うので、一回かけてみましょう。何も変わらないですね。では、次に、このマテリアルスキン、これ、ベージュですかね。ちょっと濃くなった色合い出せると思います。適用させてみましょう。ちょっと血色のいい肌になったと思います。スキンベージュ .x を使うと、いい感じの肌の色になるので適用します。で、次に、服ですね。服は、じゃあ、このヒヤヒヤしている部分に、ちょっとかけてみようと思います。クロスってあるので、そこを押していただいて、あとは、この真ん中のマテリアルクロス .x を適用してあげると、ちょっとだけ質感が変わったと思います。上にある2つ、このブラック、ホワイトって書いてあるので、適用すると、今白なので何も変わらないんですけど、黒の方は、このように真っ黒になってしまいます。なので、なんか色がついている場合は、この真ん中を指定してあげましょう。で、次に、このマテリアルの部分だけじゃ物足りないと。このマテリアル内に、エディターっていうのがあるので、そっちで、もっと、詳しく、細かく調整できるので、こっちで調整したいってあった場合、こっちの、今回は肌をいじるんですけど、こんなに、たくさんあるんですけど、この中の、まず、マテリアルスキン、スキン 1.pmx。これは、Ray-MMD のコントローラーと一緒の役割をしているので、これを読み込んであげて、で、顔の部分に、これ、スキン1なので、この .fx ファイルもスキン1を読み込んであげます。で、そうすると、何も変わってないんですけれども、ここで、この表情操作の部分の、一番上にある、アレブロ V とかって書いてあるところをちょっといじっていこうかなと思います。そうすると、このように、黒く、色付けされて、アレブロ S をいじると、赤くなります。で、アレブロ H をいじると、何も変わりません。アレブロ H は、このように、アレブロ V と、アレブロ S を、このようにいじった状態でやらなければ、ここ変化してくれないです。なので、アレブロ S とアレブロ V、2つとも、ちょっとだけいじってあげた後、アレブロ1で調整するという形になります。で、これで肌の色を作るんですけど、まず最初に、アレブロ S の部分で、肌の色味ですね。色味をこのように決めて、で、その後に、アレブロ H で、調整します。で、アレブロ H とアレブロ S、両方とも使って、調整していってください。今調整したのが、こんな感じになります。さっきよりは、肌が、いい感じになったんじゃないかなと思います。で、ここで、その肌の色ですね。色を決めた後、こっちとこっちは、あまりいじらなくて大丈夫です。この、目の部分の表情操作と、その他の表情操作を僕はよく使います。まずこの、スムースネスっていうところをやると、このように、肌の部分が、ちょっとだけスベスベになるような、エフェクトがかかっています。なので、ここは、少し肌に照りを出したい時とかに、使うエフェクトになっています。で、この、メッシュネスですね。メッシュネスは、このように、顔がちょっと灰色になるので、ここでも色味を調整するという形になります。と、このメガニですね。メガニは、顔の、焼け具合っていうか、肌を黒くしたいか、それとも白くしたいかっていうのを、ここに値で決めていきます。で、それで、このように肌の色を作っていきます。で、マテリアル、こんな感じです。で、次に、SSAO マップというのを、僕は、エフェクトの方でいじるので、SSAO マップを、一応開いてください。で、この SSAO マップは、どういうものかと言いますと、この顔とか、幸福があるんですけど、これの、わかりやすく言うと、影の濃さを、濃くするか薄くするかみたいな、そういうイメージで、そういうイメージで覚えてください。で、ここの SSAO マップ、なんですけれども、マテリアルではなく、Ray-MMD のこのメインとマテリアル、色などがあるところの、シャドウっていうところにファイルがあるので、そちらから適用してください。今回全部に、SSAOVisibility で 0.0.fx をかけると、はい、こんな感じになります。さっきよりも影の部分薄くなっているのがわかると思います。で、逆に、こっちに、SSAOVisibility 1.0.fx というのをつけると、影がこのように濃くなります。なので、その時の MMD の解消とか、あと自分がどういう風に表現したいかによって、ここの影の値は変えてください。で、あと、こういう風に全体にかけるのもいいんですけど、やっぱりサブセット展開してあるので、顔などの、よく平面で、見られた方が可愛いとか、っていうものは、顔の部分の SSAO マップをこのように0にしてあげて、で、このようなヒラヒラの部分ですね、を、もっとリアルに見せたいっていう時には、ヒラヒラの部分の、SSAO の値を大きくしてあげればいいなと思って、いいです。で、大体、マテリアルの設定と、あと、MMD の適用の仕方はこれぐらいになります。他にも、目の、ハイライトの部分を、表現するときに、この、ハイライトの部分に、マテリアルで、このエミッシブというところがあるので、そこから、このフィクセードカラー1と2と4があるので、お好みの、僕は今回、フィクセードカラー4にして、適用すると、このように光ってくれます。で、4で強すぎるなと思ったら、フィクセードカラー2で、やると、こんな感じに、目がキラキラした感じになります。Ray-MMD は、こんな感じで、いじっていきます。僕の、この動画は、参考例みたいに、全部はやらないんですけれども、他にも、いろんな YouTuber さんなど、動画出しているので、そっちの方を見て、実践的には、慣れていったらいいのではないかなと思います。今回は、一応、ここまでにしておこうと思います。それでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。